はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、ベリアルー。はい。先日、コクキリンのアップデートがあったんですけれども、まあ、コクキリンが1枚限定ですよね、意思的に。1枚限定っていう縛りを課される、まあ、弱体化ですよ、実質。なったんですけれども、それと同時に、コクキリン対策として実装していたマルチボスの行動に調整が入りました。っていうアップデートが入ったんですよね。で、その際に、かなり影響ありそうだなっていうふうに思ったのが、この高知の打天使。召喚石を召喚した際に、味方全体のアビリティの再使用感覚が延長する状態という効果のフィールド効果を削除しました。もともと召喚石を召喚するとアビリティの使用間隔プラス3ターンとかされちゃって、まあ、コクキリンが無意味になってたんですよね。これ召喚するとなってたんですけれども、まあ、それが、なくなったということで召喚し放題になったわけですよ。アビリティ召喚し放題になったということで、まあ今回はそれをうまい具合に使っていきたいということで編成を用意しました。土属性ですね。まあ割とメジャーなソロ編成じゃないでしょうか。ドクター、オクト、サティロス、イルノート。で、まあドクターでメインでアルセーヌ持って、まあ奥義のスローですよね。敵の CT を盗んで自分の奥義ゲージに変換。CT を盗みまくって、まあスローをかましてクリアしていくよっていう構成なんだけど、まあ土属性は割とこの形がメジャーなんじゃないかなと思うんだけど、さらに、まあこの編成ってちょっと欠陥は言い過ぎ、嘘、ちょっと弱い部分がありまして、体力が保ちづらかったんですよね、もともと。なんだけど今回の召喚し放題によって土属性はティターンが召喚し放題になるんですよ。そう、ブロック効果と、全体4倍 HP が0になるダメージを耐える、まあ、この辺りの召喚をすることができるようになったので、まあ、体力を高めに保つことができるんじゃないかということで、まあ、今回はその体力を高めに保つ土属性ベリアルソロを試してみたいと思います。もう一つね、召喚石ウリエルを入れました。ウリエルを入れると奥義ゲージが上がるし、土キャラの攻防アップ、耐久力にも寄与してくれるし、奥義も稼げるしってことで、まあパワー道中の安定感が大きく増すんじゃないかなっていうような睨みを聞かせております。はい、ということで、まあ、今回自発使い切っちゃったんで視聴者さんからの自発をもらってるんですけれども、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 Go Go。よし、やるかということでね、視聴者さんからベリアルいただきましたのでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。1ヤビ打ってで、ここでちょっと HP を維持したいなというふうに思う方いらっしゃるでしょう。ここでね、召喚してもアビリティのターンが短くな、伸びないので、安心して使っていただけると、めちゃくちゃ HP がね、高く保てる。これ優秀、ニャチで。さあ、1500万ダメージになりますが、もちろん、この1500万ダメージ、しっかりと処理することができるんですね。で、まあ、青リンゴか。まあまあまあ、ちょっとダメージ食らっちゃいたいので、ここは3アビで CT 吸収して、紙切り前で CT 吸収、からの、うい。からの HP 回復、いきまーす。これで、いいよいいよ。次の試練が攻撃回数なので、奥義ゲージを意識しながら、まあ、35回は OK と。35ヒットはとりあえずのフルガード。次ターンの特殊技は1500万なので絶対に受けたい。はい。で、ここで1ヤビ打っといて、黄色リンゴね。7ターン。あー、攻撃しよっかな、ここ。奥義オフにしよっか。これで、2ヤビ打っちゃいます。で、ちょっと HP まずいなと。今までここはオルポを使っていたんですよ、人間は。人はね、人の子はここオルポを使っていたんですけれども、今でそんなことは、そんなことも今や昔、俺たちにできることはこのように、このように、このように、敵をぶっ飛ばすことだけど。オッケー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 。ブラインド入れてなくねっていうか。だから HP の減りが早かったんか。なんかブラインド、なんか HP の減り早いなと。なんかイルノートの HP 減るの早いなと思ったんだけど、そういうことだったのか。さあ、ここでガードがついているので、とりあえずオルポ1個使おうかな、ここ。ここオルポ1個使いましょう。こうして、ソリ飛ばして、オルポ使って、よしよしよし、いい感じですね。で、ここで10ターン、まあ、ここは、奥義を打つ。いいよ。で、
これで次ターンにここでしっかりと T ターンでガードで、ニチェかましいいいよいいよ。で35ヒットはもちろんのフルガードと、はい、いやこれ闇の試練レベルが今8なので割とヘリの調子はいい感じ。フルガードイエイエイエイいい感じ、イエ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 イいい感じ。赤リンゴ OK リンゴ確認が後のタイプ。これで、まあ、いざとなった時スローをぶちかませばいいので14ターン目、まあ、ここは奥義オフでいきましょうか。ここ奥義オフでアビリティの使用間隔が伸びるなんていうのがありませんから、満を持してねこの公園をぶちかますことができるんですね。公園で僕と握手、オラ YouTuber、 昔の YouTuber のオフ会みたいなことを言いながらこれで一撃をぶちかましていきます。さあそしてここで、ガードがついてないのでティターンでガードでもつけちゃおうかな。ジトンバットを見せながら、リンゴは赤だよね。あもうリンゴ系だった。これでよし一発ぶちかますぜ。これで1500万ダメージ、試練解除と。え、なんか召喚挟めるからすんげえ楽だわ。さあ、これで7と75。あ、待って、黄色だ。黄色ならまあ別に打ってもいいな。ここ、奥義ゲージ0にしても多神人の CT が縮むから、まあ別になしじゃねえんだけど。なしではねえな。まあいいか。攻撃。よし。で、17ターン目。18ターン目、次のターンは多分、黄色リンゴ。65アビリティ上がるかな。いやーちょっとこれディスペル必要になる可能性がそこそこ高いから、サティロスのアビリティは温存しておこうか。でこれでガードして、え特殊技食らうからここはティーターン、ガチン、ダメージを極限まで抑えた状態で進行していくんじゃぞ。赤リンゴさ 65% から、まあ、ここちょっとね大変なことになり、あ一アビ打ちてえけど 65% まで一アビ打ちたくねえわ。そうだね、 65% で1アビ打ちたいんですよね。なんでかっていうと、ブラインド打ちます。 65% の方で、ディスペルが必要になるんですよね。ディスペルが必要になるんでちょっと下手なことをするとね、できるなら 65% の時にまあどっちかがディスペル打てるような準備を整えておきたいってのと、1500万ダメージ、ああここか、まあ、ここねバブさん召喚でいいんだよねそういえば考えてなかったんだけど、全然考えてなかったんだけど、ここねバブさん召喚でね残り600万になるんですよ。600万か、あーこれ一闇のスロー打つわ、まあ、これで600万でしょ。 これで400万、よしこれでいこう。350万、足りるか。350万、多神人打つわ。これでよしよし、これで350万はさすがに足りるっしょ。でオクトのサービ打っちゃおう。でオクトのサービ打って、ここでキュアポ1個使います。オルポ使わなくていいや、キュアポ。これで奥義ゲージ確保してスローをぶちかまして CT0 状態で、ここでディスペルが求められるんだけど、もちろん主人公のアクチン効果によってディスペルが確実に上がっているんで、この一アビでスローをかましながらいけると。よし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 。で、HP を維持したいので、これで動いてって、今、闇の試練レベルは5になってますと。うん。OK。22、23、24。次35ヒットだよね。OK。火力出してこう。火力出すのを大事にしていこう。ニアビが打てねえな。まあ、ここは、ウリエルで防御力を上げれば、14000という HP は大丈夫だから。いいね、いいね、いいね。これで、ウリエルで防御力を上げて HP を確保。35ヒット。もうこれは物理的に無理なので、フルガードをして。もちろんフルガードなので、ダメージなどというものは無縁であると。レメゲテン。OK!1400 ダメージ。で、特殊技で HP 回復して、はい、ベクタトゥースカイ。で、ニアビで HP 回復して、25、26、3の倍数、24。まあ、動くか。1500万どうしようかなって感じなんだよね。26、草27だよね。となると、まあ、ここじゃあ、ティタ召喚で、ここティタ召喚します。これ、ティタ召喚プラス、通常攻撃を挟みます。で、ここで2500万ダメージを求められるから、満を持して降臨すると。
で、よし。まあいいところじゃないですかね、これで。ほら。1500万は余裕のよっちゃんですと。はい。ドーン。460万。さらに主人公のダメージを見てください。じゃあ、オクトのダメージを見てください。680万。いいダメ出るんですね。いいダメ出るんですね。あ。ちょっと試練ついたんで、今回視聴者さんからの自発提供なんで、ちょっと無限になっちゃうから、解除だけお願いしますわ。はい、ということで、今現在解除してもらってるんで、動きとしては、キュアポー、あー、ここね、アビリティ強化リンゴ使ってるから、強化リンゴ使うわ。で、これで、多神人使って、ゲージ100にしたとキュアポー使うわ。で、今試練レベルが4なので、よいしょ。はい、これで、大丈夫ですね。これで4万食らって、で、スタンプ、ありがとう。ありがとうスタンプを押して、じゃあ進行していきますか。で、ブラインド押して、アナゲネシスを食らう。よし、OK よ。OK よ。で、ニアビを押して、扇、CT ちょっと意識していこう。CT ちょっと意識していこう。で、これで、キリンゴ、いや、まあキリンゴ、まあ、ちょっと、スローはもう少し後で使おうか。で、これでスロー入れて、はい。で、ディスペルと。OK、ディスペルは任して。まあ、これで、こうして、ディスペル打っといて。で、スローも打とうか、ここで。ここでスローをぶちかましつつ、おら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 。で、次ターンに、待てよ、これ緑だから CT が増える。おっしゃ、緑使って CT 増やして HP 回復。OKOK。で、これで、まあいいや。1アビ使えば、イルノート1使えばいつでも大きいゲージ消せるから。よしよし。36。まあ、ここはフェイタルチェーンを要求される説があるな、世の中には。で、これで、フェイタルチェーン、オッケーオッケー。で、フェイタルチェーン要求されるから、フェイタルチェーンで解除。で、2アビをして、1アビをして、HP 残り 33% ね。オッケーオッケー。まあ。で、ここでウリエルで奥義ゲージを確保して、フェイタルチェーンゲージを貯めながらも、おら。こうして、もう無理だよね、このフェイタルチェインってさすがに。1アビ、どうにもできませんね、これね。ティターンで。もうどうにもできないものは仕方がないですよね、これ。38倍ダメージはちょっとさすがにフルガード。ちょっと待って、列車怖え。あ、列車回避してる。すごい。なんかよくわかんねえが、避けたわ。で、これで青リンゴがついてるから、弱体系のアビリティ極力打ちたい 25%。あ、フルーレセントは打ちたくねえな、でも。フルーレセント打ちたくねえけど、もうブラインド打つか。これで、スロー入れて、2枚。これで、0枚になる。はい。よし、まあいいだろう。これで、CT0。はい。で、ディスペルを求めてる。オッケーオッケー。ディスペルを求めるというのであれば、それを回答するのもやぶさかではないですね。HP 回復して、で、これで、ピースアウトでスローかまし。オッケーオッケー。で、1万7000か。ガードついてる。よし、大丈夫だな。1万7000は耐えるわ。よし、これで 25% いく。で、赤リンゴがつきました。24%。ここからが本番と言っても差し支えないですね。じゃあ、ラストオールポーション使いましょうか、ここは。で、24%。赤リンゴ。まあ、ここ、ニュートリ使って、1アビ使って、まあ、これは攻撃、ここは攻撃安定だな。ただ、ブロックついてないから、ティターンで防御力上げると。いや、召喚あるとやっぱすんげえ楽だな、これ。召喚あると超楽だわ。38%ターン。次ターンにフェイタルチェイン解除を求められる可能性が高いですね、世の中。一概に言えないですけれども。赤リンゴを、これでスローかまそうか。OK。これで、多分次ターンにフェイタルチェインか、要求されるから、フェイタルチェインを要求するんでしょ？男の人って、いっつもそうですよね？私たちのこと何だと思ってるんですか？からの、リンゴは？ない。はい。はい。で、
男の人っていつもそうですよね。一回が王竜使えるんだよね。スロー考えないとな。ビビってるのか。うん、まあこれはブラインド打って。男の人っていつもそうですよね。これで打つわ、スロー打つわ。髪切り外れる。マジか、外れるの予想外だな。まあ1枚は、まあ、これは次 CT マックスになるんだけど、次 CT マックスになるんだけど、これ積んだくね普通に。次しあ、ここも王竜切るしかなくなっちゃったんだけど。ピースアウト。あら、これ積んだね。あー、マジか。ちょっと今の何が悪かったのか俺に教えてみ、マジで。ちょっと何が悪かったのか俺に教えてみないと、本当に。あーあー、そっか、ちょっとミスっちゃったな。いやでもこれ、この調子でいけば絶対いけるやつよな。俺これ失敗してない失敗してないは嘘だけど、いや俺これなんか、俺はいけたと思う。俺はいけたんです。ただちょっと失敗しただけ。はい、死んだんじゃないの。はい、ということで結果的に失敗はしてしまったんですけど、まあ、やっぱ土属性というかベリアルって基本的になんか通常攻撃をそこそこにいなすっていう業務が意外とむずいんですよね。そう、結構むずくて、なんとなくだけど俺の中のイメージなんかそこら辺をこううまくいなせると動きにすげえ幅が出るような感じがあったんですよ。なんだけど今回の調整によって、まあ、召喚石ティターン召喚のガードとかブロックとか、まあ、そのあたりをこう綺麗にぶちかませたらなんか体力を高めに保てるから他の部分にゆとり避けるよね。かなりやりやすくなったなっていう気はする。特に土じゃない、やっぱ召喚、まあ、なんか王竜ベルゼバブみたいな、まあ、この石の並び、まあ、俺今回ウリエル採用してるけど王竜ベルゼバブみたいな構えは、まあ、変える必要がない感じはした。だから、まあ、こうメイン召喚石で優秀、まあ、こういったブロック効果がついてますよとか、まあ、バリア効果がついてる光、まあ、ゼウスの光とか、まあ、結構やりやすくなるんじゃないかなと思ってて、まあ、そのあたりでこうメイン召喚石がまあ耐久力に寄与してくれて優秀ですよっていう意思が、まあ、今後はまあベリアルやりやすくなるんじゃないのかななんていうふうに思ったりしました。まあ、今回ねクリアできなくてちょっと申し訳なかったんですけど、割といい感じに動けていたような気がするので、どうなんでしょうね、ウリエルを王竜にした方がワンチャンいけんじゃねえかなって気がしたけど、まあそんな感じで、とりあえずやってみたよっていう動画でございました。はい、参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。